はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日ですね、息子の友達との会話なんですけども、僕とあの息子の友達の、ね、会話なんですけども、おっちゃんなんでいつもマスクしてるん、おっちゃんな病気やね、病気やったら家出たらあかんのじゃん、いいん、そう病気がなマシになってきたからな、ちょっとな出ていいね、おっちゃん何の病気なん、もうここでね白血病って言ってもね、もうその子らが分かれへんと思って、上手に説明できへんかったんですよ。まあ、A 子ちゃんも B 子ちゃんもね、息子の同じ保育園の卒園してるんで、まあ、それぞれのお母さんたちもね、知ってるんですよ。で、僕の病気のこともしてくれてるんです。だからまあ、うまいこと説明してくれてたらね、いいんですけども、まあ、でもこうやってね、YouTube でいつもいつも白血病の話をしてますけどね、まあ、見てくれてる人たちっていうのは、周りの人が、まあ、病気になられたりとか、まあ、医療に関心のある人とかね、まあ、ご自身が病気になられた患者さんとか多いと思うんです。それがまさかその小学生の子供さんにね、聞かれるとはね、思ってなかったし、まあ、小学生に対しての分かりやすい説明もしたことはなかったので、ちょっと大人として、まあ、無力やなーって思いましたね。この白血球がね、ってこうね、言ったとしてもですよ、小学校で習うのはまあせいぜい動脈と静脈ぐらいなので、とても理解できないと、まあ、決めつけてしまっていましたね。まあ、血が薄いとか、血が足らない、まあ、どの言葉を使ってもね、ちょっと難しいです。でも思ったんです。まあ、そのまま伝えてみてもいいんちゃうかなってね。理解できへんかったら、なんかわからんわってなるでしょうし、ね、まあ、そのまま伝えて、ちょっとね、怖がらせてもあかんしなーっていう、まあ、感じ取り方はその子ら次第なんですけども、ちょっとね、今もやもやしてるんです。なので、まあ、これこそ病院の先生に聞いてみます。まあ、いい答えが返ってくるかもしれないんでね、また報告させてもらいます。まあ、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。